だよ。すっごく大きな谷だけど、最初はなかったの。ああ、それから峡谷が現れるちょっと前、何かの回転するような音が聞こえていた。うん、ゴロゴロ、ゴロゴロって。もしかして巨大なホイールの？それが回転して峡谷を引きずり出したということなのでしょうか。おいお前ら、見ない顔だな。イディア以外のやつがいた。何、あいつともう会ったのか。ここは全くごちゃごちゃだ。で、イディアのやつは？すみませんが、あなたは？おっと、自己紹介がまだだったか。俺はフェルディナンドだ。このエリアは俺と兄弟たちが管理してる。でも神境全体の、天と地がひっくり返った後、車両やレールなんかの設備を今まで通りの方法で作れなくなった。イディアさんは神境の修復を試みています。私たちは彼女のところから来たのです。本当か。どっかの隅っこに隠れて現実逃避でもしてるんじゃないかと思ってたぜ。来た道にあったステーションを点検してみたが、結局運行は全部止まってたしな。運行が止まっている？詳しくお聞かせ願えませんか。でもお前らはただ思わぬ事故でここに来た旅人たちだろ。違うよ。クレイはイディアお姉ちゃんを手伝うって約束した魔女だもん。魔女？それがですね。なるほど、わかった。こうなったら手伝ってくれるやつは多ければ多いほど助かる。とにかくまずはここの乗り物を再現しないと。ほう、何かこだわりがあるのか。このエリアの道はかなり曲がりくねってるから、何か乗り物に乗ってレールに沿って移動するしかない。具体的にはこれを使って作るんだが、イディアから聞いてなかったか。ああ、とにかく今は車両を作る材料をその中に入れないと。よくわからないけど、とにかく乗り物の形をした何かがあればいいんだよね。そう理解してもらって構わない。だがその構造はここのレールに合ったものでないといけない。私はそうですね、みこしの形を思いつきましたが、今は材料にできそうなものがないですね。旅人は何か思いつかないか。確かに材料は探しやすそうだけどな。だが木製の荷車は安定性が足りないし、レールを走るには危ないぞ。ほう、本当か。みんな、クレイが作ったものを見てくれ。じゃじゃーん、クレイの乗り物完成。本当だ、クレイはすごいな。これは全てのニーズを完璧に満たしている。しかもイディアが作ったやつよりはるかに可愛いぞ。クレイは試してみただけだったんだけど、バーンっていきなり出来上がっちゃった。クレイ、ちょっと聞きたいんだけど、その乗り物ってどんな素材で作られてるんだ。ボンボン爆弾だよ。やっぱりそうだと思ったぞ。うん、どうした。問題なければ下準備を進めていきたいんだが。でもこの乗り物の素材って。爆弾とか言ってたろ。全部聞こえてたが心配はいらない。実際にできた車両が材料と関連しているのは形だけなんだ。詳しく説明すると。ならいいんだ、理論的な部分はスキップしようぜ。ただ星落としの湖の鈴木の運命をたどるかもって想像しちゃっただけだ。うん、クレイの乗り物いつ出発できる。ちょっと待ってくれよ、ここからは水系原霊の力を借りないと。
よし、みんなもう乗っていいぞ。